わかりました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、はい、ありがとうございます。わあ、美味しそう。はい、ありがとうございます。いただきました。これはとっても香ばしい味ですね。さっきこうやってたんですけど、こうお醤油をちょぽんって入れたじゃないですか。それがもうほんとこの効いててね、お醤油の味が香ばしいんですよ。これがまたうまいですね。うん、僕ねおせんべい大好きなんですけど、まあ手作りはしたことないんでね、ぜひこの機にね、まあ手作りおせんべい作ってみたいですね。というわけで草加せんべいの老舗池田屋さんにお邪魔しました。ここで手焼きせんべい作りを体験させてもらうことに。今日はおせんべいを作りに来ました。いろいろと教えてください。わかりました。よろしくお願いします。お任せください。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。食べらんないんでね、おせんべいにする米も、はい、これ米。まずはおせんべいの製造工程を説明していただきました。研いで、はい、これを、このね、蒸錬機、これこんなにあるんですね。でもここでこうじっくり一晩でこう、そして職人さんたちの手焼き工程です。コテでこう一枚、ではおせんべいを焼いていきたいと思います。師匠よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ左手に、ね、軍手をしていただきますか。はい、わかりました。上げていただけますか。はい、それで絶えず返してください。はい、焦げないように。はい、これ使い方とか、いや、これこっちからこう入れて、はい、返します。なるべくこう味からこうちょっと押さえてでも結構です。あ、はい、うん、その方がやりやすいと思います。はい、はい、押さえながらこう端の難しい、こう、はい、こういった状態になってきますんで、はいはい、押さえてください。それですぐ離してください。で、はい、すぐ返してください。あ、すごい。それで押して、すぐ押して、ひっくり返して、で押して、押して、それでまだ返して押します。はい、押したらすぐ返してください。はい。もう慣れてきた、慣れてきた。大きくなりますね、かなり。やばい、焦りますねこれ。結構焦りますね。こういう大きくなる状態になりますんで、はいはいはい、もう職人さんと一緒にやってて、どれだけ僕が不器用かっていうのをねここで目の当たりにしてしまうんですけど、それで膨らみがなくなりましたら、はい、あとはこの押し殻を外してください。はい、ね、外してそれでこれで色をつけます。はい、返しながら、こちらの方が火がちょっと強いんで、はい、すごいものです。それであとは色をつけるだけです。はい、綺麗です。はい、まだいいです。はい、わすごい。これでもう少し色をつけます。はい、だいたいきつね色ぐらいになるまで。きつね色になる、はい、きつね色なの。ちょっと茶色っぽくなるまでつけますね。そうです。どうでしょう。あ、最高ですね。はい、やった。はい、もうよろしいと思いますね。うん、それで焦げないうちにこちらの方に移動してください。はい、はい、それでこのハケで醤油を塗っておられますか。これね、箸で押さえながら、ね、いや、これを、はい、左の方の端で、右で醤油を塗っていただければ。はい、たっぷり塗られた方が、はい、それで裏表返して周りも塗っていただきます。はい、そんなもんでいいですね。それで
出来上がりですね。焼きたてのぬれ煎っていう感じですね。はい、すごい、できた。これで完成ですか？そうです、できました。で、本当はこれで乾燥して、あの、はい、醤油を飛ばすわけですけども、はい、このままとると、はい、焼きたてのぬれ煎ですね。うわー、すごい、ありがとうございます。できました。じゃん、見てください、出来たての醤油せんべいです。美味しそう、美味しそう、美味しそうですね。やった、成功した。食べても大丈夫ですか？美味しいですよ。いただきます。自分で焼いたから、いただきます。格別美味しいと思います。美味しい、美味しいです。いや、美味しいです。香ばしいですね。香ばしいです。どうですか、自分で焼いたの？いや、すごい、なんか美味しいですね。焼き上がりましたら、はい、ここに文字を入れたいと思うんで、はい、それ難しくないですか？いや、難しくないです。今の通りに焼いていただければ、はい、本当ですか？もう一枚ちょっと上げていただけますか？はい、最初はいいですよ、軍手の方で返しても、はい、なかなか走る、この橋が長いんでちょっと、そうですよね、使いづらいと思うんで、はい、すごい、ちょっと膨らみが出るまでは、はい、あれですね、あれしていただければ、はい、職人さんどんどんね、師匠どん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 先行ってんのに、僕まだ膨らんでないっていうね。はい、難しいんですよこれ。僕、いや、不器用ですけど本当に難しいです。お、膨れてきましたね。膨れてきましたね。その膨れてきましたよ。ああ、なんかこれすごい。なるべくその膨らみを押さえつけて平らになるようにしていただけますか？はい。これ失敗じゃないですよね。いや、大丈夫です。まだ大丈夫です。まだ大丈夫。まだ大丈夫。あ、そのなんか失敗の限度っていうのはあるんですか？硬くならないと大丈夫です。はい。じゃあそのぐらいになりましたら外してもらえますか？はい。この上に上げていただけますか。はい、それでここに筆がありますんで、醤油をつけて、はい、ここに好きな文字を書いてください。これはどうしよう。何がいいですか。成功するように。あんまり濃くなくても出ますよ。はい。よし。これは多分これいいと思うんですけどね。よし。お願いだ。ちょっと乾くまで。はい。ワンテンポ置いてね。しっかり。やっていこうと思います。もう大丈夫だと思います。はい、どうだ。お、これはいいんじゃないでしょうか。あとはこっちはちょっとあれですけどね、ちょっと映さないでくださいよ。こっちはことぶきですか。芸術ですね。こっち結構出ましたね。嬉しい、なんか嬉しい。こっちもう返してもいいと思いますよ。はい、あ、今度は返さないとちょっと焦げてきます、ね、そうですね、うん、こっち映さないでください。わかりますかね、なんて書いたでしょう。京介って書きました。わかりますかね。でもこっち側はちょっと失敗しちゃったんで見せられないんですけど、あ、見せちゃおうかな。ほら、難しいんですよこれ、ね、でもこっちははっきり出てます、ね、はい、こっちはもう大成功です。
はい、ありがとうございます。食べるのもって